んかさ、ブース一人なんだよね。なんでだろう。ここに一人ってこんな寂しいんだね。ちょっとなんで誰も来ないの？寂しい。私寂しいな。あ、すいません。あ、あれ、パリマ。すいません。桜小月の子役の鈴原のぞみです。ちょっとスタジオの場所がわからなくて迷って遅れてしまいました。なんかすごいデジャブを感じる登場の仕方を。遅れてないよ、はい、ちゃんとあの今オープニングを撮ってるところだから、はい、のんちゃんもぴったりでございます。やったー、時間ぴったりに来てくれました。よかったです。さすがでございます。迷っちゃうね、スタジオで。そうなんですよ。あのすみません、僕ら式役の大熊からです。スタジオの場所が上がらなくてちょっと迷って遅れてしまいました。くまちゃん、あと先週からいるよ。先週からいる。あれ、私なんでこんな息切れしてるの。いいから、そんなのんちゃんと同じ登場しなくて。ちょっとあののんちゃんのかわいさをちょっと、かわいさをね、真似しようと思って。のんちゃんにしか出せないから、あれは。うわ、くまちゃんはくまちゃんのかわいさがあるって言いてんだ、うんうん、あ、やったやった。でも先週からあなたいますから、はい、今週も引き続きですよ。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで、私の相方のですね、青山渚ちゃんが新型コロナウイルス感染症で休養している期間での収録のため、今週もお休みです。リエラ2期生のくまちゃんとのんちゃんと3人でお届けしていきます。イエーイ、やったー、頑張る。うさぎの子頑張る。のんちゃんがすごいいつも以上にテンション上がってて、ちょっと嬉しい。頑張ります。よろしくお願いします。結ぶ、結ぶ、つながる、つながる、輝き、輝き、ラブライブスーパースター、リエラ東京 FM バッターワンダブルレディオ。できるような気がしてた。そうじゃない、あの瞬間君と一緒ならって胸の奥もっと気がついたんだ。ラドンサドンなんて頑張ってみたってどうするの、進めない。やっぱり想像するよりずっと現実がシビア。ありふれちゃってこんな悩みとか、たとえ君でも言えない。大丈夫だよって笑って大丈夫なんや。ラグはすぐに、ラグは壁に打ち当たって小さな火が消されそうになる。自信持てない。ラグなきついけどさ、ラグな体の中燃える。生まれたばかの情熱も信じた。私たちリエラのユラグアをお届けしています。かっけんだわ。かっこいいですよね。かっこいいね。色っぽくてね、色っぽくてね、かっこいいですね。かっこいい。みんな語彙力どこ行ってきたんだろうね。全部ユラグアに持ってかれちゃったかも。冒頭からその終わるまでかっこよさがずっとなんか続いてる中に、ちょっと一人一人の声がさ乗ることによって、その声のかっこいいところとかわいいところとの振り幅、確かに確かに、もう全員好き。いいですよね。ソロで聞きたいな、これな。いやー、欲を言うと、欲を言えば私もソロで
なんかそれぞれの感情がこう乗ってると思うので、うんうんうん、そうだね、見てみたいね、うんうんうん、はい、というわけでラブライブスーパースター私立結ヶ丘女子高等学校スクールアイドルリエラ嵐千里役の美咲奈子です。こんばんは。同じく桜小路きなこ役の鈴原のぞみです。こんばんは。若菜式役の大熊若菜です。こんばんは。ということで今週はですねリエラ2期生の2人のんちゃんと先週に引き続きくまちゃん、この3人でお届けしていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。つまり、はい、今週の番組ハッシュタグは、はい、なこのんくまラジオすごいちょっと長いけどひらがなでなこのんくま、なこのんくま、そしてその後にカタカナでラジオ、こちらをつけてツイートのほどよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、のんちゃんくま来てない、はい、あ、そうなんです、今日のために仕入れてきました。やったちょっとなんか 業務用みたいになってるけど、業務用クマトレーナー仕入れてきた。クマティー、クマティー。いやでもなんか、若菜のことを思っているんだよ、うん、ちょっと待って、今の公開告白ですか？もう本当にね、ちょっとイチャイチャしないでもらっていいですか？でこの子こういうところあるんですよ。でねもうね、ちょっと可愛いよね。可愛い、食いつかれる、ね、マジ魅力もちょっと引き出せるように頑張りますわ、はい。なんかナコノンクマって曲作りたくないですか？ナコノンクマみたいな。ナコノンクマ。ラジオの合間に流し。CM。なんかすごいいいなって思う。うん、リズム感というか。確かにね。はいはい。口ずさみたくなるフレーズだよね。なんか音符をつけたくなる。あの最後に。最後にね。はい、はい。それもつけ、それはでもつけたらハッシュタグつけれないから。ということでですね、早速今週はのんちゃんこと鈴原のぞみちゃんが選んだ曲をお届けしていきたいなと思います。はい、のんちゃん迷った？いやめちゃめちゃ迷って、自分のプレイリストずっとどうしようかなって思ってたんですけど、結構いい選曲ができたんじゃないかなと思ってます。楽しみ、楽しみ、うん、あんまり関係ないんだけど、話す時ののんちゃんの身振り手振り好きすぎていつもね、そう、いやーってこう、なんかこれ のんちゃんだけでもいいから、ここだけビデオでお届けしたいね。僕のんちゃんラジオだから伝わらないけど、ね、そこが もったいない、ど誰かこう隠し撮りしておいていただきたい。スマホで流そうかいということで、自己紹介代わりに好きな曲をということで、早速のんちゃんから曲紹介の方お願いします。はい、1曲目は聴くとポップな気持ちになれる楽曲です。ユニゾンスクエアガーデンのミックスジュースの言う通り。はい、この曲なんですけど、歌詞がとにかく好きで、多分こんなポップな曲調なのに結構なんか深刻な、なんかちょっとあんまりうまくいっていない人の歌詞なんですね。それで、でも再生、なんか一回ダメでもまたやり直せるよ、分断に盛り込まれていて、私が特に好きなのがですね、サイコロを振り間違えて振り出しに戻されても痛くない、次の一歩は別物でしょうっていう歌詞があるんですけど、なんかそうなんですよね、なんか間違えることめちゃめちゃ多いじゃないですか、人生って。だけどなんか次の日になったら生まれ変わってるし、また新しい一歩が踏み出せるから、そんなに気にしなくていいよっていう感じがして、めちゃめちゃ前向きな曲なんだね。好きですね。だってのんちゃんがさ、もうさ、同じ台本をね持ってるんだけど、くまちゃんも途中でちょっとふふって微笑んでたの、同じ理由かなって思って。そうそう、同じ理由だと思う。で台本に、はい、もう何、隙間ないくらいメモしてて、なんかそう、今話しながらも書いてるの、そうそうそう、話しながらこの自分がメモしたやつをこうやって辿ってるんですよ、うん、ペンでね、ペンでね、読めるようにずっと左手に常にペンがある大丈夫、私も前回暴露されたから、うん、大丈夫よ。二人ともね、そこにこうメモを書いてきてもう楽しみにしてくれてたんだなっていう。そうですよ、嬉しいでございます。なるほど、1曲目からすごくポップな気持ちになれる、なるほどね。じゃあその流
れる2曲目も紹介お願いします。はい、2曲目はリエラの2期生感があると思って最近よく聞く楽曲です。ヒャダインでヒャダインの上場友情。そばにいたいんだ、君と一緒なら時計100倍ストーク、楽しいな、楽しすぎる、さすが性格、ヘイナナナナナナナ、一期生だね。一期生だわ。そうなの？あの、わかんない、あくまで私の意見だけど、二期生のみんなってもうなんかもうイエーみたいなっていう感じが、全員ってわけじゃないよ。確かに、ね、でもみんな揃うと常にもうなんかワイ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 って感じのイメージがあるから、もうめちゃめちゃぴったりだと思う。そうなんですよ、うん、なんか中学生の時からずっと好きな曲なんですけど、最近特になんかどんどん好きになっちゃって、2期生のみんなに出会ってからなんかこれあれみたいな、なんかあれみんなのことを言ってるのかみたいな感じに思って、特に、うん、あの若菜とあやかな、うん、がなんかいつもふざけ合ってる時にこの曲が裏で流れてます。流れてしまう中で鬼塚夏美役の江守あやちゃんですね。はい、はい、そうなんですあやちゃん、くまちゃんは確かに常にワイワイしてる。そうなんですよ、もうわちゃわちゃ。うん、いやでもじゃあの専用 BGM ってことでいいですか2人の会話のわちゃわちゃした瞬間にこう流れるあの曲ということで2期生のはっちゃけをね。はい、はい、それでは続いての曲紹介お願いします。はい、3曲目は雨の日に家の中で聴きたくなる曲、畑基博でレインです。土砂降りでも構わないと、粒濡れでも構わないと、しぶき上げる君が消えてく、路地裏では朝が早いから、今のうちに君を捕まえ、行かないで行かないで、そういうよ。私好きです私も聞いております。あ、本当ですか。畑基博さん大好きなのよ。いいですよね。一回このラジオでもお話ししたことがあって、うん、はい、歌声がとにかく優しい、うん、でも刺さる、うん、私ちょっと何ハスキーじゃないけど、はい、気持ち歌の中でかすれるというか、はいはいはい、そこの部分がすごい好きで、いいですよね。そんなレインは雨の日に聴きたくなる、はい、うんうん、そうです。結構昔からそれこそ中学生の時からですね、インドアなので家にいることが多くて、それで雨の日とかだとこう窓にいっぱい雨が降ってるのが見えるじゃないですか、うん、それを見ながらこう勉強しながらたまにこう窓を見て、今日雨降っとるわと思いながら勉強するのがすごい好きでしたね。でもなんか全然進まないんですよ。そうするとなんか感傷にしちゃっ ちゃってなんかちょっといろんな思い出とか振り返り出しちゃって、なんかあやばいもう夜だと思ってめちゃめちゃ焦って、いや曲聴いてるとさどうしたくん、いや絵になるなと思って、雨の中家に窓辺にこう勉強机に座ってるのぞみちゃん、うん、雨の日が一番好きなので、うん、そうなんだ、なんかテンション上がっちゃって。それは家にいる時ってこと、外にいる時も、どっちもですね。あ、そうなんだ。ということで、はい、今回ですねのんちゃんに3曲、はい、素敵な楽曲選んでもらいました。はい、なんか曲をさ選んでもらうと、先週もそうだったけど、その人を表すというか、その人のその人生の中でこうターニングポイントじゃないけどになった楽曲とかがあったりするから、選びきれないね、きっと3曲って。そうですね、すごい迷った迷った2人とも迷った。なんかね、もっと紹介したいですね、いつか。またね、いろんなところで発信できてるよね。はい、ということで、ではここで1曲お届けしたいと思います。テレビアニメラブライブスーパースター2期第3話挿入歌、リエラでゴーリスタート。
送りしているのはリエラでゴーリスタートです。東京 FM What a Wonderful Radio、 リエラの三崎奈子と鈴原のぞみと大熊若菜です。さて後半は私たち3人で、はい、今日お休みでここにいない青山なぎさの話を好き勝手にします。本人がいないから何でも言っていい、うん、何でも話して OK 、はい、好き勝手話しましょう、はいはい、ちょっと聞いてくださってる皆さんも一応なぎを聞いてるかもしんないけど、ここだけの話で、はい、ここだけの話のつもりで内緒にしていただいて、はい、ことよく実況してください。はい、ことよくお願いします。お願いします。いやそうだな、のんちゃんとくまちゃん、まずそもそも、うん、はい、青山なぎさを、うん、なんて呼んでる。ああ、私はなぎちゃんって呼んでます。なぎちゃんね。くまちゃん、私はあのなぎさで、先週初めて呼んだよね。本人がいないここで初出しするなぎさ、すごいな、勇気あるな。まあ好き勝手話していいってこと。今日一番目かっぴらいてたけどね。そうね、確かに好き勝手話していいですけども、はい、なんかそうだな、なぎおとのエピソード、うんうん、のんちゃんとくまちゃんからあれば何か聞きたいなと思ったんだけど、何、はいはい、かありました？私結構ありますね。結構ある。なぎ、はいはい、ちゃんとお話しする機会が多くて、うんうん、パスタをこの間2人で食べて、いいな、人生相談をしました。人生相談パスタとともに人生相談。パスタを2人でめちゃめちゃ黙って食べて、マスクをし終えた瞬間に人生相談始まって、それで、はい、ありがたいお話をたくさん聞かせていただきました。なんか私もよくなぎおと人生相談するよ。そうなんですね。人生相談について話したくなるね。なんか壮大なテーマが似合いますよね。どうなぎお、青山さん一体何者なんですか。本当に。なぎお褒めてるよ。なぎお褒めてる褒めてる。くまちゃんはなんかありますか、エピソード。私は、うん、あの青山なぎさの、うん、あのかっこいい部分を見た時があって、なんだい、それこそその6月に、うん、あの私たちリエラファンミーティングツアーを回らせていただいたんですけど、うん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 、その時に、うんうん、各公演ごとでその1期生の方のソロ日というか、うんうん、ソロ楽曲、ね、ソロ楽曲の出演日みたいな、うんうんうん、なんて言ったらいいんでしょう、そういうのがあった時に、あった、ね、で、うんうんうん、そのレンちゃんのソロが、うんうん、東京公演であって、うんうん、でやっぱソロの時って緊張するじゃないですか、うん、でそのなんだろうな、やっぱ他の方々はなんかすごいこう、うんうん、う緊張するとか、うんうん、でも頑張ろうみたいな、うんうんうん、そういうの裏を見てたんですけど、うんうん、青山なぎさは、はい、一切見せないの。そういうところ、うんうん、緊張するも言わないし、うんうん、もうなんか全部なんて言ったらいいんだろうな、うんうんうん、そういう裏の顔を見せないで、うん、よっしゃやってやるよみたいな感じ、うん、だわ。そうで舞台に出て、うん、で終わった時に、うん、なんかこうやってやったみたいな、うん、そういうすがすがしい顔を見て、うんうん、ふわかっけーって思って、ね、もう立ち振る舞いがもう何だろう、わかる、なんかねめちゃめちゃかっこいい、びっくりした。なんかそういうエピソード、うん、それが強い、印象が強い、印象がね、それを本人にも伝えました。あ、そうなんだ。なぎお褒めてるよ。なぎお本当にかっこいいの、うん、なんかたまにこうね、目の前に今日はくまちゃんがいるんだけど、はい、このくまちゃんがいるところにいつもなぎおがいて、あ、はいはいはい、褒めると、うん、調子に乗るのよ彼女。調子に乗るっていうか、なんかみたいな、ね、みたいな、ま、こう真っすぐありがとうって受け止めないの、なんか照れ隠しなのかわからないけど、だからもういないところでもとことん、あ、とことん褒めてやりますよ、ほんと褒めよう。あの SNS の LINE あるじゃないですか。はい、あります。あの彼女とよくやり取りをしてるんですけど、はい、あのね、使うスタンプが裏切らないんだよね。あ、ネタね、ネタに走るダジャレスタンプみたいな、はいはいはい、とかもう絶妙に顔が程よくちょっとあのお気持ちの悪いなんか生き物とか使ったりするから、彼女らしいな、本当に、あ、なぎおだってなる、うん、
面白いよね、うん、そういうユーモアをね取り入れつつね、うん、そうだね。でもなんか自分がさいない回だとこんな好き勝手喋ってもらえるって、うん、私も休みたいってわけじゃないけどブースの外にいて私休み会でこう好き勝手話してるの聞きたくなってきた。いやいいな。ということで今回はですね、はい、今このスタジオにはいない青山なぎさの話を3人で好き勝手わちゃわちゃさせていただきました。はい本当にみんななぎおが大好きです。はい、本当です。とても大好きです。なぎお早く帰ってきてください。今回はのんちゃんくまちゃんと3人でお話ししてきましたが、初登場のんちゃんいかがでしたか？はい、めちゃめちゃなんかのんびりリラックスしてやってます。これ現在進行形でやってますって言ってくれた。嬉しいです。くまちゃんはもう緊張とか多分してないと思いますし、今回はあのメモも封印しておりましたので今回メモ封印して、まあでも のんちゃんのね、うんうんうん、あの回だと思ったので ね、はいはいはい、確かに私はあの青山なぎさを背負って、背負って、はい、そんな一人で背負わないでくださいあの本当にのんちゃんね、はい、あの私たちくまちゃんと二人で喋ってる時もずっとお手手がわちゃわちゃ動いてたりとか、喋る前にお手手あげたりとか、可愛いんです。さっきゴールスタート流れた時、うん、振りやってましたよ。可愛い、なんて言うんだラジオじゃ伝わらない可愛さがすごくあったんだけど、はいはい、さっきのあのなぎおの好き勝手話す回のところで、うん、私がなぎお早く帰ってきてって言ったら無言で2人が手を振ってていや伝わらん伝わらんと思って声を出しそびれました。声出なかった、はい、ちょっと止めてよね一旦手の振り方がさすごい優しいの、脇をちょっと締めてこうスススススって振る感じの可愛かったです、すごくそれではですね、はい、リエラのお知らせの方を今回はせっかくなのでのんちゃんからお願いします。はい、テレビアニメラブライブスーパースター2期は NHKE テレで毎週日曜の夜7時から放送中です。そしてリエラのニューシングルが続々とリリース。9月21日にテレビアニメ2期第6話挿入歌ビタミンサマーが収録される挿入歌シングル第2弾がリリースされます。すでに発売中のテレビアニメ2期オープニング主題歌 We Will、 テレビアニメ2期エンディング主題歌追いかける夢の先で、
テレビアニメ2期第1話の挿入歌ウェルカムトゥー僕らの世界と第3話の挿入歌ゴーリスタートが収録される挿入歌シングル第1弾もよろしくお願いいたします。そして12月からリエラサードライブツアーが開催決定しております。すでに発売中の挿入歌シングル第1弾の初回生産特典にはこのサードライブツアー宮城公演最速先行抽選申し込み券が封入されています。のんちゃんありがとうございます。ありがとうございます。読んでる時もすごく応援したくなる。かわいい。2期生と巡る初めてのライブツアーで、はい、ということで9人でね全力で楽しんでいきたいなと思います。はい、よろしくお願いします。そして What a Wonderful Radio の後夜9時半からは杉野陽介さんがお送りする今夜もオフトークです。ちなみに私たちのオフトークはスマホアプリオーディでも配信中です。この放送の後配信される今回のトークのお題を発表します。はい、東京都のラジオネームエルピーさんからいただきました。じゃんけんで一番最初に出して。以上。じゃんけん。またあのラジオで伝わらん。おてての話は大丈夫かな。おててはじゃあオーディの方でみんなでじゃんけんしようかな。はい、はい、ということでオーディでのトークものんちゃんとくまちゃんと3人でお届けしていきます。それでは明日も What a Wonderful Day、私とはまた来週火曜日の夜9時にお会いしましょう。のんちゃんくまちゃんありがとうございました。ありがとうございました。リエラの美咲菜子と鈴原のぞみと大熊若菜でした。